なんすけど、去年北海道行った時にめっちゃパウダー当たって結構本当平気で膝上ぐらいだったんですけど、これネック上で121っていう太さのがあって、最初それで滑って、次の時こっちで滑ったんですけど、同じぐらいの雪で全然違和感ない、もうこれでいけたんです。前に入れたらさ絶対怖いよねパウダーは。だけどそれでもこれそうなんすよ、あの水晶位置で それは少し前の方でもこれなんか不思議なんですよね、安定感パウダーでも安定感あるらしいし、全然こうなんなかったっす前に。いや昔のフォルクルのはさすがにドセンターとかつけたらめっちゃ前に行ったんですけど、潜ってくなんかこの板すごい不思議で、一番おすすめこれっすね俺。ほう、あのパークとかにしないんだったらこの104が一番、いやもう一日中いろんなクルージングできるってこと。いやこれいいなこれで、これの72ってワンサイズちっちゃいのがあるんですけど、うん、それだとパークも結構快適です。あいけるっていう、はい、あのパーク入門みたいなとこでもいけちゃうってこと。ああ入門だと太いっすね。そう太い、はい、だったらあの90かずっとある95とかの方が多分いいんですけど、ある程度滑ってる方だったら、でもね、だったらそのパークもそうだし、まあ、こなしてきながら、はい、そのいろんなシチュエーションの、その、まあ、柔らかい雪が特に面白いという、はい、これはでも本当に、これなんていう板でしたっけ、リボルト104っていう板なんですけど、これは本当におすすめです。乗れる人だったら180がいいと思います。はい、これは本当に、いやこれは本当にもう十何年か乗ってきた中でこっちやこっちやな、一番って言っていいと思うぐらいです。パークだけって考えるとこれじゃないですけど、あこれっすね。うわこれか。パークだけだともうちょっと細い方が90ミリ前後ぐらいでいいと思うんですけど、なんかオールマウンテンやる全部滑るんだったらこの板はマジでおすすめっすね。あーはーはーはー、税込み8万5000円ぐらい、8万、まあ、5、6000円税込みで、ただビンディングつけなあかんから、あ、はい、まあ、これだとワイドのタイプがいると思うし、はい、で、行くと思う。ほう。で、さっきのもう一本のやつがこれが90なんですけど、これの84っていうのもあるんですよ。あ、じゃあもう少しあのコブに近くなるのかな。あれなんですよ、リボルト87って俺がずっと乗ってたフルキャンバーの板あったじゃないですか、うん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 、あれが2つに割れたんですよ。あ、ってことはどっちかにいたってことね。そうです、あれをパイプの選手もスロープの選手も使ってたんですけど、よりスロープとかビッグエアに向けたのが90 で84これフルキャンバーなんですよ、うんうんうん、でもうちょっと細くなって前のが87ミリだったんで、コンボいけるんじゃん。あ、多分いけると思います。ちょっと太いですけどノーズとかがやっぱり、あ、でも面白い、でもガンガン滑ってっていうんだったら多分この板が一番強いんで。あ、なるほど、はい、硬さもね、硬さもこれもちょっと乗りたいんだけどもらっても使い切るほど乗れないんで、とりあえずはあれです。今裏に置いてありますけど、あ、そこに置いてありますけど、これがそうですね、90の90、はい、でこれが84ですね。これも新しいですけど、まあ、コブとかも使えるし、はい、いろいろ使える。こっちが90がロッカーになってるに対して84はフルキャンバーっていう、今の時代にフルキャンバーの新しいのが、いやいや、それまた、はい、またいいよ出るっていう。これはこれですごい強い。でも、ね、一緒値段は85,800円、うん、税込みで、はい、まあ、あとはもうビンディングを自分の移植してもいいし、はい、どういう風でも構わない、新しいの壊れてもいいし、はい、まあ、あとじゃあ取り付けの方やってもらいます。はい、はい、ただいま、チューンアップのキャンペーンを始めました。ですね、下にある URL をですね、またクリックしていただければまたその方法なり、説明が出てますのでよろしくお願いします。スキー・スノーボードへの疑問を YouTube で回答します。スキー・スノーボードのメンテナンス方法や板やブーツの選び方や体作りなど、どんな些細なことでも気になることがありましたら YouTube のコメント欄に質問をお寄せください。おかげさまで多くの方に板が走るようになって滑りやすくなったとお喜びの声をいただいています。板のチューンナップでお悩みの方はお気軽にご相談ください。チューンナップへのこだわりについて説明欄の URL よりご覧いただけたら嬉しいです。スキー・スノーボードのベースワックスをしっかり行いたい方、走る板を作りたい方へ、サーモバッグのキャンペーンを行っています。
柔らかいワックスを板に浸透させて板を走る状態へします。詳しくは YouTube の説明欄よりご確認ください。スキー・スノーボードの板を大切に使いたい方はホットワックスがおすすめです。これからホットワックスを始めたい方のエントリーモデルや、もっとしっかりとホットワックスを入れていきたい方のエキスパートモデルの用意がございます。詳しくは YouTube の説明欄よりご確認ください。今後も定期的に動画をアップしていきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。